オーストラリアの裁判官。オーストラリア高等裁判所判事、極東国際軍事裁判裁判長を務めた。キャンベラのベルコネン地区にある、ウィリアムウェーブ通りは、彼の名にちなんで名付けられた。極東国際軍事裁判の裁判長を務める、ウェブ当時白号主義を取っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。 反日主義者として知られていたウェブは終戦後の1945年9月にオーストラリア政府の依頼を受け、1942年に日本軍がニューブリテントラバウルへの攻撃に際してオーストラリアではテレビ放送で映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人ら数百人を航空機から必要な機銃装者によって虐殺した上で、 150名以上のオーストラリア人及び先住民を殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。天皇の卒業主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇を法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる。そのようなウェブの意向は法廷における訴訟式でも現れた。裁判の開会の時においては、被告たちはかつて、 いかに重要な地位にあったにしても、それがために受ける待遇は、最も貧しい日本兵、あるいは一朝鮮人万兵よりも良い待遇を受ける、理由は見当たらないと日本の戦争指導者に対する敵意をろにした。裁判も、検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言や意見が、弁護側から出されると、裁判長の訴訟指揮権を行使して遮ったり、 却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベンブルース・ブレイクに及びジョージ・エイ・ファーネスの事後法で人を処罰することはできないといった旨の弁論に対してもすべての道義を却下する。その理由は将来鮮明にするとして裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎のこの裁判はいかなる根拠において実施できるのかという質問に 対しても、後から答えるとだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で、北東保安隊が日本人居留民に対して、略奪、暴行、領辱、殺戮など、残虐の限りを尽くした通州事件についても、却下している。法の不訴求は、法の一般原則とされており、これを検討することなく却下したことは、訴訟式上、大きな問題とされる。 ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判の訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。また、前述の通り、天皇を法廷に立たせるべきとの見解を持っていたことから、天皇を先般にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサーの命令を受け、裁判を天皇に責任がないという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナン主席検事とは激しく、 対立していた。オランダのベルトレイリンク判事の証言によると、ウェブは手記を帯びた状態で法廷に来ていたこともあったという。1922年に死刑を廃止したクイーンズランド州の判事であったウェブは、23年間に渡る判事生活で死刑を言い渡すのは、極東国際軍事裁判が初めてだったため、極東国際軍事裁判所は、 被告を公主刑に処するの部分の口調は、ある意味の興奮があったという。ちなみに、ウェブ自身は、被告人全員の死刑に反対票を投じている。ありがとうございます。